名古屋市の車中泊は、市内のホテルや旅館などに泊まった場合、1泊につき5000円を上限に、宿泊料金の半額を補助するものです。対象は愛知、岐阜、三重、長野、静岡の県民で、今月23日から予約の受付や宿泊券の販売を開始し、来月1日の宿泊分から利用できます。9月1日からを第2期、12月1日からを第3期とし、来年3月1日のチェックアウト分までを対象としますが、16億5000万円の予算がなくなり次第終了。新型コロナの感染状況によっては中止もあり得るということです。名古屋市の新型コロナ対策で旅行料金を補助するのはこれが初めてです。